皆さんは福島県いわき市で未来会議というものが行われているのをご存知でしょうか。今日は先日未来会議のメンバーが福島第一原発の視察ツアーに参加した時の報告会の様子をご紹介したいと思います。はじめまして、一般社団法人 AFW の、吉川昭弘と申します。今回視察のツアーを計画したわけなんですけれども、実際私たちが、一般の方に、提供、サービスしているものは、ツアーをただ連れていくではなくてですね、この地域で私も浜通り、浪江から避難しているんですが、この地域でこの生きていく、暮らしていくっていうことを考えたときに、目の前にある福島第一原発の問題について、この地域の一般の方がですね、誰でも自由に学べる、知れるっていう環境が、震災から5年目、まだ確立は決していないのかなと思っております。現在、ある程度の組織、団体に属さないと見れない、知れない。それをどうにかですね、一般の方に開放できるように始めたのが、今回のツアーの趣旨です。当日の我々が行ったツアーの、流れについてざっくりを、下村から説明させていただきます。左の、ね、地図空中写真にいろいろ解説がついているんですけれども、あちらと、ざっくり、照らし合わせていただけたらなと思います。事前にね、1回、2回、事前の、勉強会を開いてもらいまして、なんで、見に行くのかっていうのをそれぞれしっかり持っていこうよっていう、勉強会ですね。なんで知識を得る以上に、自分で考える、時間の多い勉強会だったなと思います。そして、まずは、J ビレッジですね。楢葉町の入り口のところにあります。まさにね、ちょうど地図で指差しで説明してますけれども、一駅の場所はこちら、そこから南に約10キロのところに第2駅があり、そしてそのちょうど10キロぐらいのところにあるのが J ビレッジ、JV なんて、見えてますよね。その場で資料をいただきつつ、その東電から、委託を受けた事業者さんの、担当の方から、一緒に行く方から直接の説明を受けます。でここで、携帯電話やら、カメラやら、そういったものは全てこの場に置いて、非常にもうリアルな格好で、バスで乗り込みます。この辺はその、テント内に貼ってあった掲示物ですね。そして、旧警戒区域の中入っていきまして、最終的には帰還困難区域を通り抜けつつ1F の中へ入っていきます。J ビレッジで乗ったバスはまずは、1F の中のこの入域を管理する施設の、前の駐車場で止まりまして、そこからテクテクと少し歩いて、その管理をするための、建物の中に入っていきます。その管理棟内で、こういった装備を配布するなんかゲスト用の、特別なビップルームなんだそうですけれども、こちらで、説明を受けて、ここらで、装備をいただきます。その、入隊域を管理するためのそうですね、パスモダの、スイカみたいなあんな感じの、少し厚みのあるカードで、かざすと、管理されるみたいなものと、それからこの校内で使うための専用の、線量計をいただいて、お借りして入っていきます。個人のその防護装備としてはこうやって使い捨てができる布の手袋、それから、ビニールの足カバーをしています。
で、マスク以上がもう白ずくめの格好から比べると非常にも軽い装備で入れる、逆にそういった場所以外には入らないコースでご案内をいただくっていうような内容です。そして、その管理棟を出まして、校内専用のバスにこれから乗り移ろうとしているところです。胸ポケットがない人はね、線量計を入れるためにこういう白いベストを借りてきました。そしてこれが校内専用のバスに乗り込んで、いよいよ中を見て歩きます。常に、その窓の外に向けて、こうやってこのカウンターを向けて、たまにそれを読み上げて、教えてくださいます。校内の、線量、そうですね、僕もこれをずっと注視していたわけではなかったんですけれども、読み上げられた中の一番高い数字ってどうやったっけ、30とかでした、ね、うん、僕が個人的に持ってってたやつでも40ぐらいがマックスだったかななんて記憶です。事前の説明だとね、4号機近くでしたっけ、100近い場所があるんだなんて、ちょっと脅かされたような感じだったんですけれども、まあ、思いのほかというか、バスの車内からはそういう高い場所もありますけれども、まあ、瞬間的に通り過ぎるというレベルです。まあ、このバスに乗って、一度この、4号機につながる、斜めの道路に行き、まずこちらですね、タンク等を見て、それからその次、4号機のところで坂を下って、使用済み燃料プールから取り出され終わったよなんていうところが見て取れるところでまずは行きます。これは汚染さん一旦エリアですね。あいにく、我々がバスで出発した頃から、土砂降りの雨が降り始めまして、写真もまあひどい状況になるんですけれども、ちょうどこれ回避できるように石川さんが声をかけて撮ってくださいました。ちなみにこの写真っていうのは、全て、その委託を受けている社員さんに、指示をして、そして撮ってもらうというシステムになっていまして、というのが、その、防護上管理上の問題があるということで、例えば、その出入りができる、門や扉に準ずるもの、それから、柵に準ずるもの、それから、監視カメラ等の、そのセキュリティ上問題があるもの、映り込まないようなアングルでしか撮れませんっていう、指示がありまして、で、あれ撮ってください、じゃああれが映るように、なおかつ映っちゃいけないものが映らないためにはどうしたらいいかっていうのをその場で考えながら撮るので、なかなか思うような写真が撮れていないっていうのがあります。これがフランジ式というかね、ボルト止めのタンクと、これが溶接式のタンクですね。この手前に寝転がっているのは、かつて予備部品みたいな感じで置かれていた、このタービンの本体に使う部品なんだそうです。向こう側がこのボルト締めの、タンク で、まあ漏れが最初の頃非常にマスコミで騒がれた、記憶がある方が多いかなと思います。これが要するに通貨のタンクですね。途中作業員の方、やっぱりそのフル装備、フルフェイスマスクの方も多く受けられます。たまにこうやって、空間線量計を向かっていて、これが多分11マイクロなんだと思います。水貯水タンクですね、この、降った水があふれる問題のための、手当なのかなと想像します。次が、4号機で下ります。下っていく途中、この1号機、が見て取れます。まさにタイミングとしては1号機のこの、カバーを解体に、手をつけるというような、時期に当たっています。2号機取ってくださいって言うと、じゃあ取りますって言って取ってもらったのがこんな写真というぐらいに写しちゃいけないものが一応いっぱいあるんだと思います。こちらが3号機ですね。手前の、このクレゴンパックも目的もよくわからないですけれども、草ぼうぼうみたいな、でこちら4号機にだんだん近づいていきます。
これはあのポスターにあった写真を撮ってきた、もうちょっと前の段階での写真なんだと思います。これ1号機が見えていて、2号機、3号機、4号機、3号機は頭がない、これですね。4号機の下りていくのり面、これ後ろからとか、上がっていくときの形ですね。この辺もあの草刈りをしてだいぶあの線量が下がっていたなんていう話を流れてきました。ほとんどの場所はこうやってあの土のままにしておくとやっぱりあの再飛散が心配なので、コンクリの、モルタル吹き付けとかでなるべくもうそこから動かないように、全部ずつ動かないように、でカバーしていくっていうことをしているんだそうです。これあの、いわゆる凍土壁ですね。このブルーのくくられている場所、このようにこれから施されようとしている凍土壁に関わる、これ港の方へ、これは4号機のちょっとねあの時間軸ずれるんですけれども、これが、海側遮水壁、ちょっと見にくいですけれども、この地図でいうとこの赤いラインで示されています。これがその、ね、汚染された地下水があるものを、海側へ漏らさないようにするために作っている壁ということで、まあ、丸い鋼管の、ね、焼いたを打ち込んでいって、その間を、塞いでいって、で最終的には、中の水の流れをせき止めようということなんだそうです。これ構内の、東海鉄道っていうのはこの5、6号機に、下っていく、この辺の道中の、海に向かって右側のあたりにあるんですけども、これね、あの、Google マップとかの航空写真でもよく見ると映ってます。その地震の時に地滑りを起こして、足元すくわれちゃって倒れちゃったってことなんだそうで、やっぱり、倒れちゃいかんところが倒れてしまったんだなっていう、まあ、すごくあの印象深いものでしたね。5、6号機ですね。今映っていたのが、鉄塔がこの辺にあったり、5、6号機があって、でそこから、これあのスロープでずっと下っていって、ここはほぼ海の深さになり、でこの辺りまで行って、その、やり方が打ち込まれているのはこの辺りなので、もうギリギリ見えるっていうような感じでしたけど、新5年後で、それから14名新島に戻ってきたところですね。この場所です。これあの中で見せてもらった、写真を撮ってくださいと言ったら見事に撮りました。で校内に建設中の焼却炉があるんだそうで、実は、まあ、この地図からちょっと外れるこの辺の場所なんですけれども、校内で出た、焼却可能なものを、ここで原用化をして、で保管しようという複雑な焼却炉なんだそうで、まあ、どういうルールにのっとって作っているんだろうねなんて話を後で話題になりました。校内で使う車両の整備工場とかもありますから、もありますっていうのが、あの校内に一回持ち込むと、まあ、汚染されたものとして校外にはもう持ち出さないっていうことが多分事故が続いているので、でもこれは事故前ってあるんですか？少しで訂正しますね、はい、震災直後に出入りしていた車が、うん、まあ、あまりにも汚染濃度が高いので一般工場に持っていけない、うん、でスケチャーにはもったいないので、震災後に作られた、工場です。でこれここで直して、発電所の中だけで使われるんですよね、はい、今現在は汚染、まあ、校内汚染がだいぶ低くなってますので、発電所の中に出入りする車というのはスクリーニングをして問題がなければ、出られるようになっています。昔から置いてある車がここで見てるという感じです。だからナンバーついてない車というのは、まあ、多分それかなと。そうです、全て、ナンバーついてない車をここで、これが、14名新島の近所でしたっけ。まあ、何かあった時に今後対応するための車両たちっていうね。
大型休憩施設が、ちょうどねあのニュースになって稼働するぞって、中であったかい給食が食べられるようになりますよってニュースになったのがこれで、給食施設と連動するような形での施設になったそうで、どうですか、その後給食って始まったんですかね。保健所さんの、方で許可がなかなか下りてなかったんですけれども、設備としては、温かい食事が食堂で取れるように今なっています。まあ、これ前戻ってきてから、その、累積の線量を、計算します。これね、あの見ての通り範囲がねミリシーベルトなんですよ。我々が普段住んでいる環境で、使うものとはまさに桁が違うものでして、小数点が3つずれるんですね、マイクロするためにってね、で我々が普段いる場所っていうのは、ここに小数点があって、0.12 マイクロシーベルトとかそんな感じじゃないですか、言い訳しないように。ここに0があって、点のここの、2桁ぐらいの場所なんですよね、あの1時間あたりがね、まあ、これは累積線量ですけれども、つまりこの場合だと10マイクロシーベルト以上の、累積被曝がないと、ここに1にならないって思っていいんですか、それとも四捨五入で押すかね。これ多分4マイクロ未満って、うん、書かさせていただいたのは、まあ、つまり5の時に1になる、そうですね、はい、四捨五入ですから、うん、なので、今回は累積が4マイクロ未満だったよってことで、僕が個人的に持っていったのでもほぼそのぐらいでした。校内の、ツアーに関してはまだ作りこんな感じで、写真はなかったんですけれども、この場所が、4号機の真ん前まで行ける場所なんですね。そうするとちょうどあの4号機の震災直後から、ネット上でも非常に騒がれていた、4号機の、使用済み燃料プールの中にある燃料が、これが地震で崩れたら、メルトダウンして大変だわみたいなのが非常に盛り上がっていたんですけれども、明確にこれカバーをし、これ縦に、運ぶ、機械が中に入っていまして、で下にあの扉がありまして、そこからあの、入れ物に入れて、搬出が明確、去年の12月に終わったんですよね、というあの現場の目の前まで行けたっていうのがなんか一番印象的だったなというふうに思いました。ツアーに関してはこんな感じですね。あとは、あまり見たことのない方にはどうぞという感じで、帰還困難区域の中の、様子もつらつら、隣に関しては、ツアーもありますので、ぜひぜひまたご興味あれば、これは誰でも来れるところから来れる写真ですので。これも社員さんにお願いしておいてもらいましたので、はい、ちょっと、ね、時間をオーバーしましたけれども、はい、ざっくり説明終わります。はい、で私たち行く前の説明の時に、私たちはお客さんですよ、お客さんなので線量高いところには行かせない、入れませんということを聞いていて、その私たちとその作業している方々 の, その間に線が引かれてるっていうか、なんで内側とあっち側があるんだろうってすごく思って、私はこっち側のこの安全なところから、なんかこう作業員の皆さんが頑張っていることの恩恵だけを受けて、なんかずるいっていうか、なんかそれを認識もしないで生きてきたことがなんか嫌だなとか、そういう私みたいな人が多数なこの日本ってどうなのみたいなところを思います。自分がいたところはその津波でもう町が壊滅して人もたくさん死んでっていうところでまさにいたんですけれども、その津波の影響もあって、この原子力災害というものが起きているのにすごく事故って言われていることにはすごいなんかこう自分の中で違和感があったんですね。バスの中で見てるだけなんですが、ああでもここから本当に始まったんだなってことを自分の中で実感して、すごくなんか怖くなったことを覚えています。なん
かそうやってこう津波の被害によってこう住職災害というものが起きてしまったというところを自分の目で確認できたというのが私の中ですごく大きかった経験でしたね。15日に行ってきたんですけれども、ちょっとまた別でですね、ここの視察のツアーに行かれている方が2人来てくださってまして、まず最初にじゃあ、石井さん、行かれてきた中での、感想みたいなところをちょっと話していただけたらと思います。はい。はい、私は4月の22日に行ったんですけども、なんで、視察に行くことになったかっていうのは、まず今年の2月にの原発 の、 汚染水の垂れ流しを10ヶ月でしたっけ隠してたということからまずじゃあ本当に東電っていうのは信用できねえなっていうことになって、東電も国も含めてですけども、じゃあまずみんなでその現場に行って、知ろうということから、この漁業者とその関係者大体60人ぐらいだったと思うんですけども、行ってきました。潜水が海に漏れているっていう問題、あとはタンクに溜められている高濃度の潜水、今現在確か40万トンぐらい溜まってあるんですよ、ね、タンクに1日300トンずつ溜まっていくんですけども、それをこれからどうするんだろう、今目の前に、本当に今すごく目の前にされている問題というのが、サブドレーン地下水から低濃度とかの地下水、汚染された地下水を汲み上げて浄化して海に流すという問題がすごく今我々に、ぶつけられている問題なんですけども、そのさっき今言ったその地下水ドレーン、サブドレーンというのは皆さん 何を言ってるかさっぱりわからないと思うんです。でもこれをすることによって、要するに、今垂れ流されている汚染水を防げるっていうわけです。でも漁業者っていうか我々海に携わっているものの本音としては、正直言って第一原発から出る水、どんな水でも海に流してほしくないんですから。でも我々が反対し続ければ汚染水問題、廃炉っていうものは進まない。我々だってもちろん汚染水問題、廃炉っていうのはもう今すぐにも、もう解決してもらいたいし、廃炉にも早く進んでもらいたいっていうのが本音なんですけども、そういう間で今挟まれてる、状況ですね。視察に行って感じたことっていうのは、もう本当にさっき言った通り、ものすごい、量の汚染水のタンク、もう将来これ絶対俺たちにぶつかってくるんだろうなっていう、まあ不安っていうのはありますね。これをどう解決していかなきゃいけないのかっていうことですかね。であとはやはり1日7000人の作業員の方が出入りしてるって言ってたのかな。でやはりその、本当に防護服を着て作業をされてる姿を見ると、もう4月に行って、でこれからね、今はもう暑くなってくるのを考えると、本当に過酷な労働をしてるなっていうこと でやっぱりそういう人たちにものすごく感謝っていう気持ちはありますね。でなんて言ってもその汚染水問題とか原発廃炉を向かうためには、その作業員とか東電の人たちの力っていうのがものすごく必要なわけで、やっぱり共にその廃炉に向かうっていうことが必要だなっていうことを感じました。
韓国も、原発の、それも、非正規労働者の組合の方、この人たちの目的というのは、福島で現場で、廃炉作業に当たっている人らのと話をしたいという目的で来られたんですが、原発労働者の人らたちなんですが、なんとみんな原発反対なんですね。行く前に富岡の方が行ってきたんで、自分たちの本当に、同じような環境の中で仕事してるし、富岡の街にいたら自分たちの街とよく似てると、そんな中で、最後に質疑応答があって、この中の代表の方、韓国の労働組合の委員長の方が来ました。私たち原発で仕事してるんですけど、こういった事故を防ぐのにはどうしたらいいんでしょうか。面白い。その答えがですね、海の近く、国は作らないことですかねって言いました。ええと思ったんですけど、言っていただいて、一番の風評被害の無理になったのかなと思いました。あ、これくらいなんだって。そもそも廃炉ってなんだっけっていうことを、非常に考えまして、ね、廃炉っていうのは多分ね、原子炉を廃止することなんですよね。自分鉄道マニアですけれども、例えばこれローカル線が、ね、廃止になるときっていつですか。列車が動かなくなったその日じゃないですか。多分廃炉って電気作んなくなったその日が廃止だと思うんですよ。そういう意味では あそこにある全部ね、もう廃炉完了なんですよね。今やってることって、実はそのね、事故でどうしようもなくなっちゃったものをどうにかするために、どうしようっていうのが決まらないままなんか続けている作業のようにもすごく感じていて、まあ、多分事故処理でもあるし、その後のその廃棄作業のに延長ね、つながっていくものなのかなっていうのも思うんですけれども、果たしてじゃあ廃炉って言ってあの場所を全部ばらして、汚染されたものを取り除いて、元の、地形に戻す、山に戻す、木植えて、元に戻す、そういうことを廃炉って言うのかな。でも多分そんなことをしない方が、ゴミ増えないし、あればらしたら余計汚染されたゴミって増えるわけじゃないですか。それ持っていき場所って今みんなで知恵絞った上でもさ、中間処分場と称するものが、なんか動き始める。でもその30年後どこに持っていくなんかが、決まってもいないし、決まりそうにもないし、っていうなんかそこまでぐるぐるぐるっとね、考えが転がってって、じゃあ廃炉って何だったっけっていう、なんかすごくモヤモヤっと、したものがすごく残っているのが今回の感想で、まあね、そこまで考えなくったって、この日々の暮らしをどう、ね、守っていくかっていうのも大事なんですけれども、でもはたまた我々福島で暮らす人間が、これを考えるっていうのはもう子供の代、孫の代、その先、ね、うん十代先まで迷惑かけ続けることの、ね、犬一番の第一手を、打っているのが今の、多分あそこでやられていることなので、まあ、これの先のこともみんなでちゃんと、ね、考えて、知らなきゃいかんよななんていうのをもやもやと思っておりました。全員の方、発表を聞いてみますと、やはり1回見ただけ、数回学習しただけでは、現在の状況については理解がかなり難しい。海玉の石井さん、大変私も物に刻まなきゃいけないなという思いを聞いておりました。漁業関係者の方にその汚染水について、どう、クリアしていくかっていう重荷を背負わせてしまっているが、本来その汚染水をどうするかは東京電力と国の責任があって、決して漁業関係者には1ミリかりとも、その責任がない。とすごく苦しい中、思いを込められていたなと思いまして、きちんとこれは公共電力側にもフィードバックしたいと思っております。でそのとても印象深かったのは、そういう思いがありながらも現場に対してはということをおっしゃってくださったのが、まあ、建設的な議論の先には
まあ、かなり課題はあるとは思うんですけれども、浜通りの良い未来があるんではないか、まあ、それぞれの価値観考え方があったとしても現場で働いている方に対してはどの方も皆さんその成果と、やっていることに敬意と感謝を持ってくださっていることが本当に嬉しいですし、もしこの思いが、震災当時、現場に伝わっていたら、私が退職して今やっている活動の根本には、社会から何も評価されないというのがなくて仲間たちが辞めていくという現状がありました。ぜひその思ったことは思っただけでは人に伝わりませんので、ぜひ伝えていただきたいなというところに感じます。この後は、食事をですね、いただきながらみんなでお話をして深めていけたらなと思っております。では一旦今回も締めたいと思います。ありがとうございました。始まったのは2012年の暮れぐらいに、この場所には、いろんな問題あってみんなモヤモヤを持ってるのに、お互い話を聞き合う語り合えるような場自体がなかったよねって思った4人が集まって、この対話の場自体をずっと持ち続けることをやってみないかなっていう話になって始まったのが未来会議です。初めての未来会議をやったのが2013年の1月で、その年は2月、4月、6月、8月、番外編を9月にやりまして、その間も平均して80人から90人ぐらいの人たちが、集まってくださいまして、いろんな話を、して交換して、そして持ち帰ってくださいました。2年目からは、3回、4回ありましたね。これらについては未来会議の2013、2014年 の冊子にまとめてございますので、ぜひ手に取って読んでいただけたらいいんじゃないかなと思います。どうぞよろしくお願いします。このように地元では自分たちの目で見て考えて対話して次の一歩を踏み出そうとしています。未来会議は福島県内県外問わず希望者が参加できます。またいわきから少しずつ各地に広がりを見せています。震災から4年半、地域や立場によってその課題は様々です。今私たちに必要なのはこういう対話の場ではないでしょうか。